モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語あまおセットプレゼント、この糸物語あまおセットというのは飲むヨーグルト博多あまお、食べるヨーグルト微糖、あまおういちごソースがセットになったもの。もともとこの糸物語っていう牛乳が美味しいので、その牛乳で作るヨーグルト最高です。でそのヨーグルトにかけるあまおういちごソース、これも美味しいんですよね。博多あまおで作ってますから、はい、もちろんね別のものにかけていただいても一個に構いません、はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、じゃあね今日はね、そうだな、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。これは妹が今のアメリカ人の旦那と結婚式を日本で挙げた時の話。はい。その結婚式から遡ること数年前、まず兄の私たち夫婦が2000年にカシー宮で挙式し、西都崎のホテルで披露宴を行いました。妹と当時はボーイフレンドだったジェフも来日し、伝統的な日本の式を経験、記録係を任命しビデオ全てを撮ってもらいました。全てに感動したと、大好きなビールと日本酒をしこたま飲んで、自分たちも全く同じように式を挙げたいっていうんです。宮にいました。多くの友人、親戚、家族が式のために来日し、福岡を楽しみました。式の前日は近くのホテルにみんなで泊まって、日本料理とお酒で大盛り上がり。友人の一人に日系二世のミスター内藤がいて、こういうめでたい式のために初めて来日できて本当に嬉しいと英語で何度も何度も言ってました。日本酒は口当たりが良く飲みやすいので、気がついた時にはもうベロベロという人も数人いて、ミスター内藤もかなりの、このミスター内藤ってこの日系っていうところがまた面白いんですよね。ミスター内藤もかなりハイペースで飲んでいるなぁと見ていたら、Where is the washroom? と聞くので、トイレの場所を教えました。皆さん、日本語は話せないので私が通訳係。しかし、待てど暮らせど、ミスター内藤が帰ってこないので。まずい、まずいですよ、これは。迷っちゃったかななどと思いながらトイレを見に行くと、便器の前にしゃがみ込んでいるミスター内藤を発見、はい、びっくりした私は Are you okay? と叫ぶとノーアンサー近づいてみるとウォシュレットが作動し、彼の顔を直撃しているではありませんか、すぐに止まるのボタンを押して水を止め、話を聞くとやはりハイペースで日本酒を飲んだんで気分が悪くなってトイレに便座に手をついてリバースしようとしたら、便座が暖かく誰かが直前まで座っていたのかと想像したら、さらに気分が悪くなりそうじゃないんだけどね。そうですね。そうなんですよ。そうです、そうです。便座の外側に手をつくと、ボタンの一つを押してしまって水が顔面にかかってきたというんです。日本のハイテク、ウォシュレットの世界へようこそ。なんとかミスター内藤を連れて部屋のベッドまでたどり着いた時には、これから 2,3 日どうなることやらと心配になりました。翌日、天候にも恵まれて素晴らしい挙式となりました。ミスター内藤は二日酔いで少々きつそうでしたが、飲み直すと大丈夫などと言って、また徐々に盛り上がり始め出来上がっているなって思ったんで、今晩はうちに泊まっていけと言ったんですが、福岡市内にもうホテルを予約してると言い残し、1時間に1本あるかないかのバス停に歩いていきました。まあ、西都崎のホテルだからね。そうですね。1時間に1本バスがあるかないかですよ。はい。ね。自分は日本語も勉強してきてるし、バスで市内に戻れると自信満々なんです。いや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 。面白い。ミスターナイト面白いね。
何かあったら電話してくれと言って別れました。何か悪い胸騒ぎがあって少ししてバス停まで引き返して見に行くと、案の定地元のおじいちゃんと何やら大きな声で話をしているではありませんか。私の名前は内藤です。そう、もうバスは内藤。二人とも酔ってるんで話が噛み合っていない。博多弁と内藤という名前の響きがちんぷんかんぷんな漫才みたいに聞こえて、もう笑うしかありませんでした。結局日本語で言えるのは My name is 内藤、私の名前は内藤ですだけで、それも酔っ払っているので名前の内藤だけえらい強調して言っているので、バス停で待っていたということもあってバスは内藤というおじいちゃんに勘違いされていたみたい。結局うちで一晩泊まって数日後アメリカに戻っていきました。式自体よりもミスター内藤のインパクトが私にとって強く残っている一生の思い出になった妹の結婚式でした。面白いよねミスターナイト。日系2世会ってみたいですね。ミスターナイト会ってみたい。あなたがってやめろって。これは面白いね。これは面白い。さあそれからね、うん、この話も行こうかな。20代の男性の方、中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。初めてメッセージいたします、はい、先週のおもろい家族で座敷わらしの話がありましたよね。まあ、座敷わらしっていうかね、あの新築の一戸建ての家に引っ越してね、うん、でお母さんが、まあ、下の階で寝てたら、うん、2階からね、子供が降りてくる、足音が聞こえて、はい、パパと一緒にね娘がトイレ行ったかなと思って、昨日トイレ行ったって言ったら、いやっていうことで、うん、じゃあ何だったんだろう、そういうことがちょこちょこあって、で座敷わらしさんじゃないって子供が言ったから、あそうなのかなって思ってたら、そんなこんなで妊娠発覚、うん、でもね、あの残念なことに流産してしまって、で、あそういうことだったのかなと思ったら、うん、あの寝ていたら自分の布団に確かに入ってくる感覚があったんですっていうね、そういうお話でした、はい、私に今起こっている不思議な話を紹介したくてメッセージしました。私は今妊娠8ヶ月の彼女がいます。結婚はまだなんですが、生まれたらすぐに結婚しようと思ってます。そんな妊娠生活で不思議なことが3つあったんで、まず妊娠がわかる前、彼女とラブなホテルに泊まった時のこと、部屋に入るなりフロントから電話がかかってきて、お子様連れですか、カメラに子供が映ってましたよって言われたんです。もちろん子供なんていないし、あれと思ってました。その1ヶ月後に妊娠発覚、しかも妊娠したであろう時期というのがそのホテルに行った時なんです。不思議だなと思っていると、彼女はつわりに入って初めてのお父さんで、僕は彼女にどう声をかけていいか分からずに、いつも彼女に当たられて辛くって隠れて泣いたりしてました。そんな時夢の中に男の子が出てきたんです。パパ、僕男の子だよ。いつも悲しい思いしてると思うけど、ママのこと支えてあげてね。パパのところに来たくて来たんだから、というふうに言われたんです。当時性別は分かっていませんでした。で1ヶ月後彼女から、赤ちゃんの性別聞きたいって聞かれたんで、男の子やろって言うと、なんで分かったと。そして最後、土曜日のこと、出産の不安から住むところ、それからこれからの仕事についてお話ししても、彼女はいつも否定ばかり。これからのことについて真剣に考えていたのに、そんな風に言われて正直疲れてました。夜仕事で移動するために車に乗ってラジオをつけたら、ちょうど座敷わらしの話が放送されてて、目的地に着いた瞬間その話が終わったんです。きっと息子が俺に何かを語りたかったんじゃないかなと思います。いつもくじけそうな時、なぜか起こる不思議なこと、
子供がいるからこそ親になれる、子供がいるからこそ成長できるんだなと実感した出来事でした。まだ生まれてないけど。そうだな、そうだな、そうだな、まだ生まれてないからね。そうそうそう、まあでもね、まあなんかそういうことはあるんだろう。そうでしょうね、だと思う、しやっぱね、そう信じたい、はい、うん、ねえ、まあなんだかんだでね、彼女も不安になってるんでしょう。そうですよ、初めての子供だしね、だから、まあ、2人でいろんなことを乗り越えていくっていうことなんだろうけれども、ね、あの、まあ、とにかく、はいはい、こういうことがあったっていうことでね、はい、おもろい家族にメッセージいただきました。ちなみにおもろい家族パート2はお昼12時からです。モーニングジャム